はい、今回は自民党の超クズなフランス旅行についての国民の声と国内に理想の答えがあった件、こちらについて考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。ずっとですね、ここ最近、炎上しているこの自民党のですね、女性議員のフランス旅行ですね、研修しに行ったというのは単純に旅行に行っただけ、税金を使って遊んでいただけということが分かって、国民からですね、大きな批判、非難、炎上が浴びている、内容なんですが、そちらについてですね、大きな流れを、再度確認、してですね、実はそんなことをする必要がないということが、分かったと。で、本当に少子化対策とかそういったものに向き合うんであればこのようにすればいいと、このようなことが分かっているのか分かっていないのか分かりませんが、ろくなことをしてないと、そのように思いますので、今回こちらの件をですね、考えて、お伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。リスナー様にお伝えさせていただきましたし、皆さんももうご存知でいらっしゃると思うね、この自民党の女性議員の、単純に海外旅行ですよね。税金を使って海外旅行に行ったと。で、少子化対策とかね、そんなこと言ってますが全くしてないと、そういった話なわけですよ。で、こちらについてですね、ネットとか、SNS とかにいろんな声が寄せられてるんで、そうだなと思うところの、要点をですね、考えてお伝えしていこうと思うんですが、この松川るいっていうのがね、撮って、写真を SNS に上げたことが、大きく炎上してるんですが、そもそもですね、フランス研修旅行という名の、税金を使った、旅行ですよね、遊びなわけじゃないですか。で、この松川るいの娘が一緒に、行っていたことが分かっているわけですよ。で、この松川るいの娘の旅費ですよね、これもおそらく自民党の、税金から出ていた、非常にその可能性が高い。で、なんで可能性が高いかっていうと、はっきりとしたことが分からないし、それについて言及しないから、そういったものが出るんですが、そういうことを明らかにしろっていう話なわけですよ、国民からすればね。だって明らかに税金の無駄遣いじゃないですか。研修って言って何もしなければ、家族連れで旅行して遊んでるってわけわからないじゃないですか。で、ここもですね、やっぱり、リスナー様も、あと世間的にも、僕も思うんですが、ムッとすることなんですけど、このことが発覚してですね、松川るいは娘の旅費を返却するっていうことなんですよ。で、発覚して娘の旅費を返却するってことは、発覚しなかったらそのまんま返却もしないで、税金で子供のお金も出そうとしてたのかって、ふざけてんのもいいところじゃないですか、本当に。で、この件がですね、いろんなところで注目されており、この自民党の、女性議員が研修という名の、旅行に行った、その日程スケジュール帳が出たんですが、ほとんど研修なんてしてないんですよ。ほとんど観光ですね。グルメ三昧、旅行三昧、そんなことばっかりしてるっていうことで。で、この結構な謎である一つがですね、このスケジュール帳の初日にだけ松川るいの名前があって、それ以降は松川るいの名前がないんですよ。全く自民党の議員とかとは別行動、家族で、何かしてたんじゃないかって、そういった懸念、疑いが出てるっていうのが今の実際のところっていうことですね。で、この茂木幹事長が松川のこの選挙区支部長の更迭っていうことなんで、議員を辞めさせるわけではないんですね。ただ、この松川の選挙事務長の人は議員を辞めさせるべきということで、僕もそう思います。もう今回のこのフランスでですね、このおかしいことをしている、税金使って旅行行ってる人間って、もう全員議員を辞めさせるべきですよ。わけわかんないじゃないですか、国民の税金を使って遊んでるとか。で、この松川るいっていうのは、何もこのことについて語らず、記者会見とかもせずに、だんまりを決め込んでるっていうわけなんですよ。で、当初はですね、この大変有意義な研修だったと意味のわからないことを言って、自分たちのしていることを正当化しているわけですよ。お金も30万円自腹で払ったとかって言って、で、結局のところ子供を連れて行ったりとか、で、ほとんどこれっていうのも、SNS で、調べた人がいて、実はこれ、松川るいとか飛行機ファーストクラスで行ったんじゃないかっていう、そういうことが言われてるわけですよ。
で、ファーストクラスで、もう行った時点で、自腹の30万で済むわけがないじゃないですか。で、そういったことがいろいろおかしいなっていうことを、まあ、いろんな人が調べたり、一般人が SNS に投稿して、そういうことがどん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 バレると、ひたすら黙ってるっていうね、さっさと議員辞めろっていう話なわけですよ。で、実際に、まあ、その内容がまあひどいと思うんですが、3泊5日のまあ研修しに行ったということで、実は学んでいた時間も6時間で、それ以外は食事とか、ね、その観光とかほぼ遊び、うん、でこの松川るいに関しては自分の娘を連れて1人なのか2人なのか分かりませんが、その娘は大使館に面倒を見させていたとか、こんなようなことが通ること自体がおかしいわけですよ。で、例えば皆さんも思われると思いますが、いやそんなことは憶測じゃないかっていうことを思う人はいないと思うんですが、そんなことがもし憶測じゃないかって思うことがあるのであれば、解決する方法っていうのがあるんですよ。松川るいがですね、この今回の、フランスに行ったまあ研修、まあ、あるいは外遊、まあ、遊びだと思いますが、そういったものの領収書を公開すればいいんですね。こうこうこういう理由で、そうしたら別にもしも本当に自分のお金で行っていたのであれば誰も何も言えないですが、全くそういうこともしないわけじゃないですか。領収書を全く出さない。あとですね、このフランスに行ったっていうのも意味がわからないんですよ。なんでかっていうと、フランスって別に少子化にうまくいってないんですよね。うん、フランスって出生率が低いんですよ。で、少子化問題は外国人移民で何とかしてる。そこに何しに行ったのかっていう意味がわからないじゃないですか。少子化の勉強しに行くって、少子化がうまくいかない国に何を勉強しに行くのかっていうわけがわからないんですよ。だから単純に遊びに行っただけだろっていう話なわけですよ。しかも税金を使ってね。遊びに行くのは別にいいんですよ。別に議員だって。ただ税金を使って、その研修とかっていう、まあそのデタラメをぶっこいていって、そしてね、国民生活が疲弊してる中で、なんか楽しそうな、そういう写真を出すこと自体がおかしいわけですよ。で、今回の件で、思って、こちらも SNS に投稿してる人がいて、まあ僕も思うんですが、自民党の議員っていうのは本当平気で嘘をつく、嘘つきだっていうことを投稿してる人がいて、僕もそう思います。で、どこから始まったのかわからないんですが、まあ分かっていることが一つありますね。安倍晋三がですね、国会で118回嘘をついて、全く何もなかったかのように言っていると。国会で118回嘘をつくって普通じゃないですからね。で、まあ、その流れを組んだのか、岸田っていうのも平気で嘘をつきますね。で、今回も、このフランス旅行について平気で、この自民党の女性議員嘘をつくわけじゃないですか。デタラメを言うとかね。うん。わけがわからないからね。本当に、全国民が納得する説明をするべきですよ。で、これ、税金泥棒っていう、ことも言われていて、だってね、何にも必要がない遊びに税金使っていくってわけわかんないじゃないですか。で、こういう国民感情の反感が出る理由っていうのを分かってるのか分からないのか知りませんけど、僕たちからしたら思うわけですよ。この今ね、僕もそうですし、リスナー様もそうですが、もうこの暑い中、ね、もう汗をかいて、みんな頑張って仕事してるわけじゃないですか。そして、その日本国民が苦労して稼いだお金 の納税したお金の税金の一部を使って遊んでるわけですよ。国民からしたら許されるわけがない話なわけですよね。うん、だからもしも、自民党の議員が自分のお金で旅行に行っただけだったら別にそんなことはないですが、全くね、デタラメ言って研修とかって言って、あたかもそのね、公務で行ったことを予想って嘘じゃないですか。で、旅行して、楽しんでいて、その国民がね、今疲弊してるね、物価高で生活が厳しいわけですよ。生活必需品がどんどん値段が上がる、給料は下がる。そんな中で、汗をかきながら国民は働いて納税してる。その税金を使ってですね、遊んでることが、分かるって、国民にとったら腹立たしいの一言じゃないですか。で、まあ、今回こちらがあったんで、ちょっとお伝え していこうかと思うんですが、実はフランスになんて行く必要がないんですよね。本当に子育てをするんであれば、子育てについて、少子化について考えるんであれば、日本国内に理想の答えっていうのがあるっていう、前から言われていて、で、これがですね、そういった有益な話が あったんですよ。明石市の、ね、元市長の泉っていう方の投稿がありまして、ここでね、本当に、まあ、ちょっと、まあ、学ぶっていうか、学べって話ですけど、どういう投稿かというと、こういう投稿なんですね。今日は8月、9日の水曜日、です。
ドイツのあるテレビ局のインタビューの取材が入っているということなんですね。どういった内容かっていうと、明石市の、子育て支援施設などの取材を続けている、そして特集番組を組むっていうことなんですね、ドイツのテレビ局がね。で、ドイツのテレビ局、ドイツの中にもですね、日本の、その明石の名前が広がりつつあるっていう話なわけですよ。このね、明石の子育て、あるいはですね、明石の子育て支援施設がいいっていうことは、日本国内で、知られているわけですよ。だからもしも本当に少子化、あるいは子育て、支援とか、そういったものを学ぶ本気があるんであれば、フランスに行く必要など全くないんですよね。日本国内でうまくいってるモデルがあるんですから、そこで学べばいいわけですよ。このね、明石の元市長である泉さんっていうのは、自民党の議員が来たらきちんと教えるっていうことを言ってるわけですよ。で、今日本っていうのは国難とね、いう大きな問題の、この少子化の問題を抱えてるわけですよ。本当にね、時間が迫る中ですぐにでも取り組まないといけない、これ大きな課題にもかかわらず全くやる気がないわけですね、この自民党の議員とかで、少子化っていうことを言ってポーズをして全くせずにフランスで遊び狂ってるっていうね、わけわかんないじゃないですか、本当に。だ、今回のこの、リスナー様も思ってらっしゃると思いますが、松川るいとか今井絵理子とか、このフランス旅行で、遊んでいてね、何も研修とかでしない、その税金で、遊び放棄でる、そんな議員なんて議員辞職しろって話ですよ。政治家とか議員なんだから、もっと真剣に日本の国益について考えろって話ですよね。だって今の日本ってこの少子化の問題ってとても大きいわけですよ。少子高齢化ね、で、日本国内で、子供の数がどん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 減っていって、国を支えられないかっていう、そういった大きな問題を抱えているにもかかわらず、この売国土の議員たちは何もしない。そして、子育てに、フランスに研修に行きましたっていうデタラメを言って、実は中身が分かってみたら、単純に海外旅行で遊んでいただけて、もう本当ふざけてるのもいいところですからね。こちらの件ですね、ずっと注目されていて、いろんなことが言われるんですが、今回はこの国民がですね、ネットあるいは SNS に、投稿した、その国民の声と、あと単純に明石で学べばそれでですね、国内で、うまくいってるところがあるんで、それがまさに理想の答えだと、そう思う件について、お話しさせていただきました。リスナーさんもこちらの件ですね、思うこといろいろあると思いますので、何かしら共感していただけるところがあれば何よりです。ということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。